博士を抑えていく3番高橋が前に上がっていきます。高橋が前に上がって4番の今井を抑え込む。残り600の鐘。さあ高橋が前に出ました。2番手は7番の星島、3番手は8番の三宅で、外から6番の鈴木が上がってくる。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残り1周。さあ3番高橋がペースを上げて、6番の鈴木は2番手横苦しい体勢、少し下がっていった。2番手7番の星島で、3番手には8番の三宅、内を救った4番の今井が3番手を並走する。後方からは5番の鈴木博士のまくりが中断。3番手横あたりまで上がってきた。4コーナーから直線に戻ってくる。3番高橋が先頭、外からは5番の鈴木博士が突き抜ける。5番の鈴木博士がゴールイン。2着1番の和田健太郎、3着9番の佐藤慎太郎です。